追い風峰、西方千代丸、東前頭小売店、鹿児島県志布志出身九重部屋。さあ、変わる土俵には東の前頭筆頭の遠藤が上がりました。7勝5敗、終盤残り3日間に勝ち越しを目指します。対戦するのが千代丸で6勝6敗、こちらは今場所二大関を撃破しています。まず向正面は元極天鵬の友綱親方です。友綱さん、はい、遠藤が東の前頭筆頭で勝ち越しまであと一番としていますね。そうですよね、まあ、本人はそれ一番分かってるでしょうし、はい、本場所は相撲内容がいいですよね、はい、攻めてる相撲も負けた相撲も、ね、攻めながら負けてるのもありますし、はい、もうまあ、お客さんも、ね、早く遠藤で勝ち越して最悪になってほしいと思ってる人多いんじゃないでしょうかね、はい、昨日の改正戦もうまさ、それからスピードで勝りましたかね。そうですね、はい、10日目から3連勝として勝ち越しまであと1番の遠藤です。さあ、対戦する千代丸も今場所は2人の大関から白星をもぎ取っています。玉ノ井さん、はい、よく体が動いている印象を受けますが。そうですね、まあ、こう大関も取りづらいんじゃないですかね。なんかこう相撲見てても、はい、まあ、やった時のないっていうね、やっぱり初顔っていうのもあるんでしょうけれども、なんか押しづらそうにこう相撲取ってるような感じが見えますよね、はい、みんな。昨日は高安を左からの突き落とし、回り込むのもうまいですからね、はい、千代丸ですね。立ち合い大関を押し込んでいきました千代丸です。この両者は過去4回の対戦があって遠藤の3連勝でしたが、先場所は千代丸がはたき込みで勝っています。もろ手突きから突き立てて、それを遠藤の方があてがって突き返すところ、千代丸がうまく距離を取りました。はたき込みです。玉ノ井さん、はい、どのように展開を占いますか。そうですね、まあ、遠藤からすれば左を差して右上手を取りたいところでしょうけれども、なかなかそういう形にはね、差してくれないと思いますから、はい、まあ、当たってこう突き放すか、まあ、流れの中でどういうふうなこう回しの取り方をするかでしょうね、はい、その前回しは与えたくない千代丸。幕内の後半、好取組、勝てば勝ち越しの遠藤、6勝6敗と盛り返している千代丸。行司変わって三役格の木村庄太郎が合わせます。試合柱筆頭で勝ち越しました遠藤。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として遠藤の勝ち。何度も前回しがかかりましたが、それが切れました。浜田さん、はい、その後の展開も主導権を握りましたかね。そうですね、まあ、右この下手が取れなかったんですけれども、でも終始こう前に攻めていきましたよね、はい、まあ、千代丸もこう突きながらこう引くこともありますからね、まあ、それをこう何回も何回もこう回しを取りに行きながら怖がらずに前に出ていきましたね、はい、それが良かったと思います。ここでもう一度右の前回し、そして引きに乗じてもここを突きに変えてからのいなしです。最後は、ね、こう攻めたところ右からの、ね、引き落としですよね、はい、この左差しは千代丸も封じました。
やっぱりこう組まれたくないっていうね、はい、そういうこう気持ちの表れでしょうね。こうやっぱり突き放す言ってますからね、はい、向こう正面は友綱親方です。友綱さん、はい、何度もこの遠藤がこう左からもこうまわしをこう触りかけてたんですね。そうですね、はい、で足もやっぱり、ね、揃わなかったですね。常に片足引いて、はい、千代丸の畑ありますからね、はい、これ私も経験ありますけど、あの畑ってやっぱ分かっててもみんなねそこにはまっちゃいますからね。それは遠藤常に分かってないんで足揃わないようにして、まあ、親方が言ったようにね相手に常に圧力かけてましたね、はい。決まり手引き落とし、友綱さん、これでいよいよ東の前頭筆頭で勝ち越しを決めました。いや嬉しいんじゃないですかね。あの本人は表情には出すいつも出さないんですけども、はい、やっぱこれでねもうほぼ上がるっていうね、初めての三役って私もすごく嬉しかった記憶がありますが。そうですか、はい、思い起こしますか。すでに三役では西の小結の千代大龍が負け越しています。今日13日目に勝ち越しを決めました遠藤です。なおかさん、はい、敗れた千代丸の方はですね、はい、やはり弾いて突き放して決めたかったんですね、あと高かったと振り返ってました。確かに玉ノ井さん、はい、その状態がだいぶ高かったですよね。まあそうですね、それをこう下から遠藤がですね、はい、回しを探りながらこう